皆さん、こんにちは。国内最大の指定暴力団組織、6代目山口組の組長である司忍さんは、対立が続く神戸山口組や絆会、元任侠山口組に対し、揺るぎない強さで抑え込んでいます。今回は司忍さんのプロフィールや生い立ち、若い頃の伝説、指の噂、結婚した嫁や息子と娘など家族の噂、年収や自宅などについて現在までの情報を詳しくお話ししていきます。日本のヤクザの頂点に立つ男、司忍さんは本名を篠田健一といい、1942年昭和17年1月25日に大分県大分市で生まれました。篠田健一さんの渡世名である司忍の由来は、実弟だった篠田司さんが小学生の頃に病死してしまったため、実弟を篠でつけたとされています。司忍さんは大分県立水産高等学校、現大分県立海洋科学高等学校を卒業した後に地元の大手水産会社に就職しましたが、すぐに退職して大阪に渡り、その後名古屋に入って20歳の頃に極道の道に入り、現在は6代目山口組の組長としてヤクザの頂点に君臨しています。司忍さんの写真を見ると、左手小指の第一関節より上が欠損していることがわかります。よくヤクザ関連の作品で指を詰めるという場面がありますが、一般的には何か大きな失敗をした時にそのけじめを取るためにするものだという認識でしょう。しかし極道の世界は、指を詰めれば簡単に失敗が許されるというのは甘い考えで、たとえ指を詰めてお詫びをしたとしても、指を詰める前に金を持ってこいと言われても仕方ないようです。司忍さんほどのヤクザが指を詰めたということであれば、参加組織の名もない頃からのし上がってくる中で経験した数々の修羅場において、小指を詰めてでも責任を取らないといけない場面があったのでしょう。指詰めの意味は、昭和の極道の時代までに高僧でよく刀が使われていたことに端を発します。小指の先がないと刀の柄をよく握れず、力が半減するため致命的であり、極道にとってはそれほど小指は重要であるという意味から、大きな責任を取らないといけない時は小指を詰めて誠意を見せていたようです。司忍さんはプライベートについて全く明かしていませんが、それは結婚した嫁や子供たちについても同様です。しかし2006年2月から司忍さんは府中刑務所に服役することとなりましたが、その時に一度だけ嫁とされる女性が姿を見せています。刑務所内ではニュースと NHK の大相撲中継のみ受刑者が生放送で見ることができますが、司忍さんの嫁を含む6代目山口組の幹部幾人かが刑務所に入る司忍さんにメッセージで伝えるために中継に映っていました。弘道会が陣取る維持員席には必ず幹部らに囲まれるようにして和服姿の美人が背筋を伸ばして座っていますが、彼女は篠田受刑者の妻です。彼らは組長不在の間も姉さんの体をしっかり守っていますというメッセージを篠田受刑者に伝えるとともに、妻も夫の出所を待ち続けていることをテレビ画面を通じてアピールしているのですと関係者は語っています。なお名前や写真等は公開されていないものの、司忍さんには息子がいると言われています。この息子は清原和博さんの大ファンで、司忍さんに会わせてほしいとせがんでいたことがあったようで、そのことに清原和博さんは、息子を味方につけたら強いでとにやついていたと言われています。またネット上には息子が東大に行っているともされていますが、あくまでも噂レベルのネタのようで、実際は結婚しておらず独身の可能性もあります。司忍さんは2012年にアメリカ大統領府の発令により、アメリカ国内にあった資産を凍結されました。国外犯罪組織とその支持者であるという理由からで、米国司法権の及ぶ範囲において資産の凍結と米国民との取引を禁止させる制裁を科され、全米では忍司さんの名前でジャパニーズゴッドファーザーとして注目を集めました。司忍さんの狼のような鋭い眼光とカリスマ性のあるファッショナブルな風貌と
映画俳優のような整った顔立ちに、くしくもファンが急増したようです。2014年9月にアメリカの経済雑誌は、山口組の資金力が途方もない金額であることを発表し、注目を集めました。山口組の資金力は驚異的だ。2014年、米経済誌は最も収入が多い5つの犯罪組織を紹介した。ダントツだったのが日本最大の暴力団山口組の800億ドル、約8兆6800億円でした。これを受けて、この数字はおかしいといった批判がネット上に殺到した。当時の東京都の税収は5兆円強、山口組が東京都より収入を得ていることなどありえない、桁が間違っているのではないかといった指摘が多かったと関係者記者は言及しています。その後、米経済雑誌は急いで修正し、9月18日付で、山口組の収入は800億ドルから66億ドル、約7150億円へと大幅に下方修正されました。修正の理由は元資料からの誤訳と説明されています。修正版の発表後、山口組は2位にランク付けされ、世界でも類を見ないほど高度な組織体制を持っているのが特徴と評価しました。なお、異議になったのはロシアンマフィアの中で最大組織と言われるブラトバで、資産額は85億ドル、約9200億円であり、その収入源の大半はアフガニスタンで栽培されるヘロインの密売によるものでした。こうした数字からも、組長である司忍さんの年収がとんでもない金額になっていることは疑う余地もありませんが、司忍さんが拘留当時の保釈金が10億円で、若頭の高山清さんが15億円だったことから、資産額は数十億から数百億はあるとみられます。暴力団組織はピラミッド構造の上納金システムがあり、司忍さんは誕生日に数億円の現金をプレゼントされるとも言われていますので、年収は最低でも10億円は下らないでしょう。そんな司忍さんの自宅豪邸は愛知県名古屋市中村区宿跡町にあり、表札には司と表記されています。総工費用などは詳しく分かりませんが、同地区の地価は約40万円と高級住宅街にあたりますので、司忍さんがこだわりを持って建てたと思われますので、坪単価200万円としてざっと見積もっても7、8億円以上はするでしょう。またこの自宅の他に、名古屋市西区に愛人と住んでいる家があるとも噂されています。暴力団の組長というと粗暴で残虐というイメージが先行しがちですが、司忍さんはさすが国内最大の暴力団組織6代目山口組の組長だけあって、その人物像もカリスマ的です。司忍さんは府中刑務所に服役した際に、暴力団員だけが配属される工場には出られず、養護の必要な高齢者が働く軽作業場に配属されました。当然、司忍さんが6代目山口組の組長だと知っている人は少ないため、最初はあんたどっから来たのと気軽に声をかけてくる受刑者もいました。しかし司忍さんは選ぶることもせず、落ち着いた大人の対応をしたそうです。また受刑者と碁を打った際に、相手が負けると、さっきの手はこうすればよかったんじゃないのかと教えてあげ、次の対局ではわざと負けてあげるなど、器の広さを見せていたと言われています。司忍さんは刑務所内で一級の模範囚だったと言われており、等級が高いほど仮釈放を受けやすいことから、仮面接を受けましたが、1年ほど早く出られる仮釈放を断り、満期での出所を選びました。こうしたエピソードから、司忍さんはどんな人に対しても選ぶったり高圧的な態度を取ったりせず、いつも周囲に気を配り、自身を戒める他に優しく己に厳しい性格のようです。司忍さんは遥か格下の組員にも気さくに話しかけてくれると言われています。2005年7月に山口組の新しい6代目組長として司忍さんが就任した際に、とある元関係者は、司6代目は強格の精神を持っている、山口組は最良最高の選択をしたことになると最大級の賛辞を述べていたと言われています。司忍さんを知る人は公平な人と評することが多く、よく人を観察しているため、ごますりしたり嘘をついたりしても簡単に見透かされてしまうと言われています。
前述の米雑誌フォーブスが発表した山口組の資金力が世界のマフィアにおいても2位という話からは想像が難しいですが、司忍さんが率いてきた行動会はもともと貧乏組織だったようです。しかし組員のハングリー精神の強さが強大な組織に成長してきた力の根源であることを司忍さんは語っています。うちに強いというイメージがあるとしたら、結局我々が神戸から中京に入っていった時にはなんや山口組どこの組やいう時代だったでしょう。しかも警察の圧力、地元の団体の圧力に絶えずさらされておった。それからうちの一組で5つも6つも地元の組織とやり合ってずっと来てるから、今回みたいな大きな抗争、山口組一和会抗争になっても手弁当で喧嘩するいう意識が残ってる。銭はないけど握り飯食ってでも喧嘩やるぞという気持ちがあるから、うちは貧乏してる組だから手弁当でよっしゃ喧嘩するんやといういいとこは残っとるわね。田舎の出の人間が多いもんでね。まあ極端に言えば我々山口組の者が日本全国どこも山口組の縄張りなんやとよそ様の火場所で飯を食わしてもらっとるんだという意識は我々は持ってないわけですな。開拓したとこは城なんやとそういう気持ちでおるもんで、そこら辺のギャップというかやっぱりあるわな。このハングリー精神に加えて司忍さんが組員に教えてきた強格の精神が他の組を圧倒する最強の組織へと成長させたのでしょう。司忍さんは自身の哲学として人間には良いところ悪いところいろいろある、悪いところはなかなか治らない、だったら良いところをもっと伸ばすようにしたら良い、その人間は今よりもマシな人間になる、良いところを見ることを心がけるということを常日頃から気をつけているようです。これは人生の真理だとも言えると思いますが、これに加えて司忍さんは決断力と実行力を重視しており、良い決断を下すためには常日頃から様々な情報を収集する必要があり、そのためには日常的な勉強や読書など努力を欠かせないと考えているようです。そして司忍さんはかなりの読書家として知られています。図書工場の主な仕事は官本、刑務所が無料で受刑者に貸し出す本や新聞の配布、そして受刑者が購入する本と差し入れされた本の内容をチェックすること。僕は班長だったので資本購入願線という本を買うための書類を見ることができました。そこで見つけたのが司組長の願線でしたと刑務所関係者の三井氏は証言し、裏社会のトップはどんな本を読むのかと興味を持った三井氏は、司組長が5年間の服役中に購入したもしくは差し入れされた本のタイトルをメモし、リストアップしていた本の数は140冊に上りました。司忍さんはとりわけ哲学書を好んで読むようですが、主だったところはほとんど読破してしまったようで、範囲を広げて歴史書や中国古事なども読み始めたそうです。また組員から勧められた欧州の詩集をとても気に入った司忍さんは読みふけった上で自らも詩を書くようになったと言われています。司忍さんは行動会を率いて修羅場を潜ってきた武闘派でありながら、同時に知識についても豊富という文武両道として知られています。司忍さんは常に心身ともに健康でなければ良い親分ではないと考えており、それは組のために体を投げ打ってお勤めをした組員がシャバに戻った時、いつでも戻れる場所がなければかわいそうだという精神から来ているようです。そのため司忍さんはジョギングを日課としており、30分間変わらないペースで走る続けるためついていけない射程も多くいると言われています。また食生活にも非常に気をつけており、司忍さんは和食中心で低カロリー栄養のバランスが取れた質素な食事をとっています。特に煮物系が好きなようですが、これは司忍さんが崇拝している山口組三代目組長の田岡和夫さんと似ていると言われています。司忍さんは借金に関して射程に、もしお金を借りた相手が亡くなったならすぐにその遺族にお金を返しに行くことや、逆にお金を貸した相手が亡くなった場合は
公電と考えるようにし、絶対に遺族には取り立てに行かないようにと教えているようです。司忍さんは健康に気を使っていることからも、めったにお酒は飲まないようですが、クラブに行くことがあっても客の少ない早い時間帯に行き、他の客が来だしたらすぐに帰ると言われています。これは暴力団が場に入ると他の客が気持ちよくお酒を飲めないため気を使ってのことだとされていますが、司忍さんの配慮の深さがうかがえるエピソードでしょう。1995年1月17日に関西地方にて未曾有の大地震である阪神・淡路大震災が発生しましたが、司忍さんは当時山口組5代目組長だった渡辺義則さんの下にヘリコプターで駆けつけました。そして救援隊を組織してトラックの手配をし、被災者への物資や寝具等の提供のほか、炊き出しをして被災者救援活動に当たりました。また山口組は毎年ハロウィンの時期に近隣の子どもたちにお菓子を配っていましたが、2019年には警察の取り締まり強化により中止しています。司忍さんはプライベートを明かさないと言われてきましたが、2020年2月25日に YouTube 上にプライベートの動画がアップされて話題を呼びました。この動画は若手が勝手に撮影していた動画だと見られていますが、国内最大の暴力団6代目山口組の組長の何気ない日常が垣間見えたことで、ネットでは微笑ましい気分になるのと同時に若手を心配する声もあったようです。2年前に開いた誕生会で銀座のクラブママなどが着物姿で花を添え、その写真が流出したことで司組長の健在ぶりを見せつけていた司忍さんも、今年の1月25日82歳の誕生日を迎えました。健康オタクで毎日の木刀素振りと筋トレを欠かさないというだけに、今年の誕生会でも元気な姿を見せていたことでしょう。山口組分裂騒動は今年8月で9年が経過しますが、分裂した神戸山口組は6代目山口組の切り崩し工作によって弱体化し、6代目側の構成員8100人に対し神戸側は760人と組織力での勝負がつきました。司体制に揺らぎはないが、いざという時の備えは必要と6代目山口組幹部が発言し、7代目体制に向けての準備が進められています。本来なら高山清若頭76歳が7代目候補だが、持病を抱えていることもあって顧問に退き、まず若頭に子飼いの竹内照明若頭補佐63歳を挙げる。その後総裁ポストを設けて司組長が総裁となり、竹内7代目体制を敷く方針だと前述幹部は話しています。司組長は名古屋で行動会を立ち上げ、まず高山氏、次に竹内氏が会を継承しました。行動会は山口組の中で資金力、戦闘力、情報収集力とも群を抜いているため、暴力団の縮小均衡に変わりはないものの、行動会支配の山口組一強体制は今後も続きそうです。現在80歳とすでに後期高齢者となっている司忍さんの今後に注目しつつ、今後の山口組の行方が気になります。いかがでしたでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。